藤原忠政は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての苦行。藤原北家、県中納言、藤原忠宗の次男。下には、十一位、大乗大臣。加山の院大乗大臣とゴース。山の院家三代。忠政は、幼少時に父を亡くし、母方の叔父、藤原家なりに引き取られて育った。辞典である、鳥羽院。 第一の長身の家なりの引き立てもあり、陰近心として、順調に出世を重ねる。法園元年、十二歳で、土佐ゴ守森となった後、法園二年に、右少将、左少将権、身の守る、法園三年に十四人した、法園四年に十四人以上、左小野江県中将、東宮県、両、聖四位した、佐抜き助、聖四位以上、倉人頭となり、 英治2年に19歳で、13位として苦行に列する。この年より、悪佐夫として、有名な藤原頼長と、男食関係に入る。工治2年に、三正かゴ守、森、九安元年に、3位、九安3年に、ハリマ守、ン九安4年生3位、県中納言、九安6年に、右兵へただし、二兵二年に、左兵ただし、九十二年に、 ケビン・シベットを、方言元年に中納言、左衛門の徳となる。力をつける、平野清盛にも近づき、子、県宮人と清盛の娘を結婚させることに、成功する。方言四年に、十二位、英略元年に、県大納言、王法元年に、正二大納言、忍南元年に、右大将、右馬塚佐五官、忍南二年に清盛の大城大臣承認に、 伴い内大臣。任難3年5月17日、辞職した清盛の公認として、大城大臣就任、11位に上される。を2年6月6日まで務める。上安元年には娘を、公認の大城大臣で後に関白になる、松戸の元房に嫁がせる。このように忠政は、巧みな婚姻政策によって、平氏政権の下で昇進し、 後の加算の委員家の発展の礎を築いた。元略2年62歳で出家。法名は理覚。研究4年70歳で隠れ後。ありがとうございます。